この道の先は地獄か、それとも地獄への道は善意で舗装されている、または地獄への道は善意で敷き詰められているはヨーロッパのことわざ、格言。別の形として地獄は善意で満ちているが天国は善行で満ちているもある。聖ベルナルドスこのことわざは第二回十字軍を推進したクレルボーのベルナルドスが地獄は 善意や欲望で満ちていると書いたことが由来となっていると考えられている。それより前に書かれたものとしては、ウェルギリウスのアエネーエイスで地獄へ下るのはたやすいというのもある。このことわざの一般的な解釈は、悪事、または悪意は善意によって隠されているものだ、というものである。あるいは善意でなされた行為であったとしても、その実行により意図せざる結果が招かれる。 というものである。簡単な例で言えば、故意に代表される外来種の導入が、導入当初には予期できなかった繁殖と行動から後に迷惑行為となった環境を守ろうとして行った行為が、帰って環境を破壊していた、などである。また、このフレーズのもう一つの意味は、個人が善意の行動を取ろうと意図していたとしても、その行動を取るのに失敗してしまう、というものである。 この失敗は先延ばしによるものかもしれないし、怠惰や、その他の破滅的な悪臭かもしれない。すなわちこのことわざは、善意は最後までやりきらない限り意味がないという傾向となっている。ピーター・ゴルビザー、パスカル・シーラン、シェイナ・オーベルラによって実施された、タスク完結に対する意図の効果についての、心理学的研究では、このフレーズには幾ばくかの真実が含まれていることを、示している。 完璧主義者は特に意図が裏目に出る傾向にある。人は自分の行為が他者の行為よりもより善意によるものだと解釈する傾向にあると主張する人もいる。集団の倫理的な行動を改善しようとする試みはよく失敗に終わることが多い。そういった試みとして法律の制定を利用すると人々は望ましい行動に改善するよりも 法の条文をそのまま遵守しようとする。交渉において他者の視点を理解するように促されたグループは指示を受けなかった人に比べて成績が悪かった。刑罰への恐れが行動をより道徳的であるよりもより道徳的でない方にさせる可能性もある。企業倫理についての研究によればほとんどの過ちは悪意に直接に由来するものではなく、 むしろ過ちを犯すと予期していなかった人によって、なされるという。利他主義について、スティーブン・ガラード・ポストはこう書いている。善意というものは、得てして見かけ通りのものではなく、人類は、普通表向きの理由ほど立派ではない、利己的な動機で行動する、もし地獄への道が善意で舗装されているとすれば、その理由の一つは、大抵の人が選ぶのがまさにそのような道だからだ。 この聖句を使った作家には、シャーロット・ブロンテ、バイロン、サミュエル・ジョンソン、サミュエル・テイラー・コール・リッチ、ウォルター・スコット、セイレン・キルケ・ゴール、カール・マルクスなどがいる。映画、地獄のハイウェイでは、あるシーンでこの聖句が、文字通りの意味で使われている。ザグッド・インテンションズ・ペイビング・カンパニーでは何人もの、アンディ・ウォーホルが、チームにいて、善意の魂をすりつぶして、 舗装に変えているのである。ある魂は、夫の社会人としてのキャリアを伸ばすために、夫の上司ともネタと言っている。何人かのキャラクターが、主役二人に、地獄への道の路上で手助けを申し出ているため、このフレーズの比喩的な意味も、また脚本の主要な部分になっていると言える。とはいえ、それらの登場人物にははべて隠れた動機があった。オジー・オズボーンは、アルバム、 ダイアリーオブはマットマンに収録されているトゥナイトでこの言葉を使っている。ピンクは2006年の曲ディア・ミスター・プレジデントの中で落ちこぼれを作らないための初等中等教育法に言及してこの制クを用いている。マドンナは11枚目のスタジオアルバムハードキャンディーからシングルカットされた2008年のシングル4ミニッツでこのフレーズを使っている。同作では ジャスティン・ティンバー・レイク、ティンバランドと共演した。ありがとうございます。